皆さん、こんにちは。日本が誇るコメディアンといえば多岐にわたりますが、その中でも志村けんさんはレジェンドですよね。日本だけでなく台湾でも同等の人気ぶりでしたよ。そんな志村けんさんですが、都内の病院で新型コロナウイルス肺炎のため死去。2020年3月29日、去年70歳でした。志村けんさんは生涯独身でしたが、結婚願望が強く、懇意にしていた女性が多くいたそうです。その中でも遺産を受け取った女性が名乗りを上げ、志村けんさんの意思を継ぐといった決意をメディアで発表しました。今回はこの女性について、他の志村けんさんの晩年の様子と合わせて紹介したいと思います。ぜひ最後までご視聴ください。志村けんさんは芸能界の中でも特に優しい人柄だと言われ、人望が厚いことでも知られており、逸話も多く、その中でも特に有名なものが後輩にお金を貸した話です。志村けんさんは売れていない後輩芸人に娘の手術代として300万円貸してほしいと頼まれ、出世払いでいいと1000万円を現金で渡したのだとか。しかし後輩は嘘をついており、娘の手術はなかったことが判明。そのことを志村けんさんに謝罪に行くと、怒るどころか娘が元気であることを喜んだそうです。他にも自宅に泥棒が入り、時計や宝石類1000万円相当と現金40万円を盗まれた際には、迷惑だとしつつも、ちゃんと仕事して金稼いでくださいと犯人にコメントし、最後に大丈夫だとお決まりの一言で締めるなど、その懐の深いエピソードは今でも志村けんさんの逸話として語り継がれています。志村けんさんは2020年3月17日に倦怠感の症状があり、19日には発熱と呼吸困難の症状が出たため、20日に病院に搬送され、重度の肺炎との診察を受けて入院しました。その後23日に新型コロナウイルスの検査で陽性と診断され、闘病していましたが、29日午後11時10分に入院先の東京新宿区国立国際医療研究センターで新型コロナウイルス肺炎のため亡くなってしまっています。新型コロナウイルスの陽性が判明したのは23日で、濃厚接触者は特定されたようですが、感染経路は不明とされていました。しかしその後、ネットでとあるクラブでママを務めている女性が感染源であるという書き込みがされ、この書き込みは一気に拡散、クラブ名や名前も記載されており、この女性に対し罵詈雑言のメッセージが殺到。女性は SNS で志村けんさんと面識がないことを説明しましたが、批判はやまず、自身を感染源としたデマを流した人たちを名誉毀損で訴えたようです。実際に志村けんさんはこの女性のクラブに来店したことはなかったようで、この情報はデマである可能性が高いようです。志村けんさんは飲み歩くことが好きなことが世間では広く知られており、コロナ禍の最中にも様々なお店に出向いていたことを一部週刊誌などで報じられていますが、感染した場所などについて真相は明らかになっていません。70歳を迎えてからも志村けんのバカ殿様、志村けんの大丈夫だなど、数多くのバラエティ番組に出演し、年齢を感じさせない精力的な活動を続けていましたが、惜しまれながら日本中のファンに見送られました。あれから3回忌となり、加藤茶さんを含む著名な方々が各々の方法で思いを綴っていました。志村けんさんは生涯独身を貫きましたが、プレイボーイとしても有名で、これまで大滝優子さんや優香さんなど多くの女性と熱愛報道が出ていました。例えば大滝優子さんとの関係は、2020年3月に放送した「あいつ今何してる？」にて、結婚前提の真剣交際をしていた相手として紹介され、元恋人であることが明らかになっていますが、交際していた当時には公表などはしていませんでした。
ちなみに別れた理由は、志村けんさんに好きな人ができてしまったからだそうです。しかし当時交際について認めた相手はたった一人だと言われています。それが石野陽子さんです。石野陽子さんと交際が噂されたのは1990年の春頃だそうで、志村けんさんが40歳、石野陽子さんが22歳の時でした。出会いは1987年からスタートした。志村けんの大丈夫だって2人は番組内で夫婦コントを披露していました。オファーをかけたのも志村けんさんだったそうで、石野陽子さんが出演していたドラマを見て気に入り、自身の番組に呼びたいと出演を依頼したと言われています。オファーを受けた時、石野陽子さんはまだ19歳で、芸歴も浅く、コントはできないと断ろうとしたそうですが、大先輩から直々のオファーだったこともあり、しぶしぶ出演することになったそうで、とある記事のテレビ局関係者の証言によると、石野陽子さんは気が強く、現場でスタッフなどと衝突することもよくあり、その度に志村けんさんが真摯に向き合い、次第に石野陽子さんも心を開いていき、二人の距離が縮まっていき、交際に発展したとのことでした。しかし、交際報道直後、石野陽子さんは坂上忍さんとお泊まりデートが報じられてしまいます。この報道に対し石野陽子さんはテレビ番組に出演した際、あの日は熱を出した坂上さんのお見舞いに行っただけ、などと発言したそうで、親密な仲であることを否定。さらに志村けんさんとの交際について聞かれた時には、記事が出ると聞いた時電話をかけてご迷惑をおかけしますとお詫びしたんですが、別に気にしてないと言ってくれましたと答え、その発言は交際を認めたものと捉えられました。そしてその翌年1991年には、志村けんさんの自宅から出てきた2人に記者が直撃。記者からの彼女、石野陽子さんは恋人ですかという問いかけに、志村けんさんはうんと発言をしたそうです。その後同棲を始め、順調に交際を続け、結婚報道なども出ましたが、間もなく破局、結婚には至らなかったようです。石野陽子さんは現在でも独身ですが、2019年に事実婚状態の相手がいることを明かしており、結婚に意味がわからないまま大人になっちゃった、好きな人と一緒にいるのは結婚しなくてもできるでしょうと話しており、結婚にはこだわらない方のようです。生前いろいろな浮き名を流したこともある志村けんさんですが、晩年に心を許した女性が2人います。彼女たちが志村けんさんの素顔と繰り返し語っていたという、子供が欲しいという思いについて明かしています。志村さんと出会ったのは2017年の年明けだったと思います。そう明かすのは、生前の志村けんさんと親交のあった英子さん28歳です。生涯独身を貫いた志村けんさんの晩年の私生活で、彼女は欠かせない存在となっていたそうです。出会いのきっかけは同年2月、英子さんが勤務していた麻布十番のガールズバーに志村けんさんが来店したことだといいます。新人なので志村さんをいきなり担当させてもらえるわけもなく、新人が入りましたと他のスタッフから紹介だけしてもらいました。その後、一番下っ端だったので2階のトイレ掃除をしていたら、突然志村さんが入ってきて、私のほっぺを両手で持った状態でチューしてきたんです。もともとファンだった私は有頂天になりました。そしてその場で携帯電話の番号を交換、すぐさま食事の約束もし、2人は急接近していったとのこと。志村さんのデートの定番は麻布十番のリラクゼーションスパから始まるんです。90分か120分コースを予約して、最初のデートではそこの個室のテレビで相撲中継を見たりして過ごし、スパから至近距離にある高級焼き鳥屋に出かけました。その後も同じようにスパで集合し、近くの寿司屋で食事をする関係になるも、ある時志村けんさんからこう叱られたという。志村さんが
スパには来るのにどういうことだと諭すようにおっしゃるんです。要は志村さんにとってスパの個室は男女関係を結ぶ場だったんです。私はホテルでそういう関係になるものだと思っていて、それまでやんわり断っていました。ただ私も好意を寄せていたので、そういう関係になるのは嬉しかった。また志村さんは本当に紳士的で優しく接してくれました。どんな女の子にもタクシー代は最低2万円は払います。愛車のロールスロイスの車内にはいつも現金が2000万円近く置いてあって、一部をプレゼントしてくれることもありました、と志村健さんの優しさを懐かしみました。ある日麻布十番の志村健さんのマンションに連れて行ってもらうと、そこでツーショットを撮ろうとキスしている写真を撮り、子供が欲しい、産めますかと聞かれて、産めますとお答えしました。志村さんはご飯を食べるのに結婚したい、子供が欲しいと話していたので、そう答えたらとても喜んでいました。さらにそのマンションも私に自由に使ってと、このようにまだ結婚とまではいかずとも、 A さんは志村健さんのかけがえのない存在になっていたことでしょう。 A さん自身もそのことが嬉しく、彼女は嬉しさのあまりそのツーショット写真を LINE のアイコンに設定したようです。すると先のガールズバーのオーナーに見つかり、店外で会うのは店のコンプライアンス違反だと激怒されてしまいます。結果 A 子さんはガールズバーを退店。その騒動の余波で結婚の話は流れてしまい、男女の関係も終わりを迎えてしまうのです。突然の別れから約3年半、深い悲しみから立ち直った A 子さんは、生前志村さんがたびたび口にしていた夢を叶えようとしています。志村さんの周りには売名目的で近づく女性や、一夜限りの関係でお金を稼ごうとする女性が多かったんです。中にはゆすりに近いようなことをする女性もいて、大変な様子でした。お酒が回るときちんとした常識がある子がいい、自分の嫌なところを見せられるような関係がいいと愚痴をこぼしていたんです。さらに若い人を応援したいという思いも人一倍強かったといいます。若手の男性お笑い芸人や夢を持つ女の子など、男女を問わず若い人の背中を押してその活躍を見守るのが好きな人なんです。でも限られた人間関係の中で志村さんのようなパトロンと若い人が出会える場は少ないんです。そこで私は志村さんの志を継ぐべく、ごく限られた人だけが参加できるパトロンクラブを作ろうと思っています。単なる交際クラブやパパ活などとは違い、長期的で深い信頼関係が築ける出会いの場です。私と志村さんの関係みたいに男女の関係になるかどうかは当人次第です。志村さんの頭文字 S と K を合体させてドリフと読ませるロゴも考えています。すでにこのクラブの理念に賛同してくれている芸能人の方や有名社長もいらっしゃいます。9月から始めますが、店舗やホームページなどは一切なし、口コミだけですね。また A 子さんはパトロンクラブ以外にも志村さんの生前を描く映画制作や、コロナ禍のせいで開催できていなかったお別れ会などを盛大に開きたいと考えているといいます。このように志村健さんのためにさまざまな行動を始めた A さんですが、実は志村健さんと男女の関係が破談した直後、彼のために動いていました。私は VIP に女性を紹介する交際クラブに席を置いていました。そこで志村さんに知り合いの女性を紹介するようになったんです。2017年の春から亡くなるまでの3年弱の間、3ヶ月から半年に一度のペースで合計27人ほどの女性を引き合わせました。女性を紹介する際は A 子さんがまず 2,3 人の女性を連れ麻布十番のカフェで待ち合わせ、気に入ったこと志村健さんがスパへ向かう、さらにその後の食事では
A 子さんを含む女性たちが合流するという流れ。なんとも奇妙な関係性ですが、紹介された女性の一人が次のように語っています。志村さんがスパに別の女の子と行き、私はその後の寿司屋でお会いしたんですけど、好きな食べ物や仕事の話をいろいろ聞いてくださいました。食事の後に LINE をしたらスタンプを送り返してくれて、そうした女性には食事代の他に交通費として2万円を帰り際に渡すのが常だったといいます。その中でも入れ込んでいたのは A 子さんと、もう一人、志村さんが亡くなる直前に紹介した女性。その二人に共通していたのは、志村健さんが自分の子供を産んでほしいという言葉をかけていたことでした。男性として自分の子孫を残したいという欲求が強かったんだと思います。2016年に肺炎のため大阪で入院した際、死期を感じたのかもしれません。その中で A 子さんが今でも忘れられない言葉があるのだそうです。まだ交際中だったある日、駅まで車で送ってもらった時のこと。どんなにお金を持っていても普通の感覚を忘れちゃいけないよ、謙虚に生きなさいとおっしゃっていました。志村さん自身がとても謙虚な方なんですよね。あれだけ芸能界でキャリアを積まれてきた方です。娘以上に年が離れた女性に対し自慢話の一つもしたくなるものですが、私は志村さんと3年ほど接していた中で一度もそうした話をされたことがないんです。酒とコントと女性を愛し、まばゆい芸能界を歩んできた不誠実のコメディアン。彼がオフで見せていたのは、寂しさすら漂わせながら女性に安らぎを求めたもう一人の志村健の姿だったのかもしれません。ここから今に至る A さん、また新たに志村健さんのために行動を取ろうとしているわけですが、志村健さんの急逝から1年半後にはこの思いを伝えるため実兄智之さんのもとを訪れたそうです。仏壇に手を合わせたいと思いお伺いしました。智之さんは突然やってきた小娘を温かく家に迎えてくれましたよ。生前志村さんとどんな関係だったのか正直にお話ししてお線香をあげました。智之さんは、天涯でデートをしたのは君が悪いねと笑っていましたね。今後の活動についても自由にやってくださいと言ってくれました。それよりも智之さんは相続や税金などのことで大変そうでした。いかがでしたでしょうか。今回は志村健さんの遺産を受け取った女性について紹介しました。 A 子さんは、志村さんは夜中の3時に突然眠れない、人肌恋しいなとメールしてくるほど寂しがり屋でした。あっちでもいろんな女の子と飲み歩けているといいのですがと最後に志村さんをたっ飛びました。残されたものが前を向いて歩み出した姿を応援せずにはいられません。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。